はい、今日はですね GB250 クラブン、これを走行しながら説明をしていこうかなと思います。はい、詳しい各部の説明ですね後半戦にやっていきますので、まず臨場感を皆さんに味わっていただきたいと思っていましょうか。 できればですねお願いなんですけども、ヘッドホン、スマホの方特に、スピーカー、スマホや携帯についているスピーカーですね、大したスピーカーじゃないです。で、私がこうやって乗るのはなぜかというとですね、臨場感を味わってほしいから。臨場感というのは非常に音に左右されます。きちんと、ヘッドホンをつけて聞くとですね、本当の音に近い、本当のエンジン音に近い音がですね、皆さんの、両耳を通して体に伝わってくれると思いますので、できればですねオーバル型のヘッドホン、イヤホンでもいいですけども、ステレオのヘッドホンをですねつけて、ちょっとお楽しみいただければなというふうに思います。じゃあ行きましょうか。はい、このメットはきつい。はい、これがですね、GB250 クラブマンの、かっこよく言うとコックピットですか。はい、まあこれドライバーズビューですけども、皆さんがですね教習所で、乗ったオートバイと同じです。基本的にはスピードメーター、タコメーターですね。タコメーターというのは回転計です。ただこの個体の場合ですね、ちょっとタコメーターの動作があんまりこううまくないです。メーターぴょんぴょん秒っていうんですかになってますけども、僕は全然気になりません。はい、で、こちらがですね、ローと、はい、ハイビーム、ロービームですね。ここパッシングですね。パッシングっていうのはカチカチってやるとライトが一瞬押してる間だけですね、強く光り輝くというものです。はい、でこれがいつもの通りウインカー、ホーンですね。でこれがキルスイッチ、エンジンを切ることができます。でこれはですね、昔の90年代ぐらいのオートバイなので、ライトのオンオフが可能です。でこれはセルボタンですね。はい、じゃあキーを、まあこれメインスイッチというんですけど、キーをオンにして、今チョーク、これがチョークですね。で始動の時、コールドの時はですねチョークを引いて、オンにすると、このように一気に回転数が上がります。でこの状態で、ゆっくり20秒ほど数えますね。1、2、3、はい、数えました。はい、で、ゆっくりオフにすると、あ、やっぱもうちょっと数えてる。で、ゆっくりですね、チョークを戻して、あとはアクセルで拾ってやるというような感じですね。で温めてやってですね、でスロットルをゆっくり戻してアイドリングがしますよという状態になればもう発進可能です。はい、じゃあ行きましょうか。どうですか、ヘッドホンで聞いてる人分かると思うんですけど、この音の感じ、これだいたい本当の音に近いです。行きましょうか。もう春ですね。非常に空気が気持ちいい。日向だとむしろ暑いぐらい。わー、チンソーがいる。まっすぐ行きましょうか。もう新緑も芽吹き始めていてですね、とても気持ちが良い。皆さん多分ヘッドホンで聞いてらっしゃる方、特にですねエンジン音と風の音が聞こえると思うんですけれども、これ実際の音に非常に近いと思います。で割とマフラーこれ交換してあるので、例えば狭いところでですねエンジン音を聞くと大きく排気音大きく聞こえると思うんですよ。でも乗ってみて分かると思うんですけども、今乗ってる時の音、乗ってる人ってあまり音を感じないんですね。はい、だからはためから見てですね、あれなんか結構いい音してんなってやつもですねかなり大きくしないと乗ってる本人には分かりません。むしろノーマルマフラーだとですね振動があるだけでほとんど音なんか聞こえないというような状態です。なかなかその差が、うわ
わー桜すげーなー。あーもう入学式のシーズンですね。すごい段差舗装ガタガタ越えていきます。本当この段差舗装って厄介ですよね。すごいな、黄緑色の新緑が芽吹いて本当に気持ちいい。ところどころ花が咲いてますけども、これは桜なのかな。桜っぽい花だけど、でこの辺りは水源観葉林なんで植林とか人の手が半分入ってないんですね。原生林に近いというような状態です。昔はこういうのばっかりだったんでしょうけどね、今はみんな杉ばっかりですよね。もう花粉で鼻が辛くてしょうがねえわっていう感じです。でこのルートなんですけど、途中でようにですねオートバイ通行禁止になります。はい、もう時代錯誤のローリング族禁止で本当にね嫌になっちゃいますけどもね、ローリング族なんていう言葉すら死んでるよと。でここ右に入っていけばですね、ここからさこっちはオートバイ OK なんです。でこれ知らずにですね、標識通過する人を捕まえるためにここによくパトカーとか白バイがいたりします。はい、でこのここすごい気持ちいいんですよ。僕大好きなんです、ここの道がよく来ます。前来た時に比べるととてもなんか気持ちが良い。いや緑気持ちいいですね本当に。でこの気持ちいい緑をね、クラブマンで駆け抜けると、駆け抜けるって言っても今40キロぐらいしか出してないんですよ。でもこうやってゆっくり走っても楽しめるっていうのがですね、この 250cc のオートバイの非常に一番いいポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。でここも段差舗装でもちょっとこっちにずれると大丈夫っていう。でね、ここ見通し悪いんで対向車が来るのは危ないんです。あと割と道路が苔むしてますので、ジメジメしてる時なんかはですね、あまりこうスピードに乗せすぎないように、はい、気をつけてくださいね。どうですかこの GB のトコトコしたエンジンで、こんなね片田舎っていうか、まあ自分の住んでるとこ片田舎ってあれですけどね、こういう山の中をですねどこどこゆったりこう景色を楽しみながら走るっていうのもいいんじゃないかな。特に若い子なんかはね、すぐ峠を攻めたがる、早いですかって聞いてくる人ダメですよ。早く走るだけが全てじゃないんです。こうやって20キロそこそこ、今やえしていましたけど反応しなかった。きっととっさのことで戸惑ったんだな。誰か対向車挨拶したら手振り返してくんないかな。でそうなったらこのビデオも非常に楽しいビデオになりますよね。かなり暖かい、全然上着いらない。今日はご覧のようにホワイトベースつなぎの中にですね、いつものパーカー着てるだけなんですけども、全然寒くないです。いやはい、さっきのですねぐねぐねを抜けました。で、このままですね走っていこうと思うんですけども、ここはですね貯水池がの湖があるんですね。でそこを渡る橋があります。でそこ僕がものすごくお気に入りのルートなんです。ぜひですね皆さんにそこを駆け抜けるところをお見せしようかなとしたくてですね、やってきました。そうですね、ここです。ここはすごく美しい綺麗なとこです。はい、どうぞ。Thank you.
っちはバイクダメなので、よいしょ、ここに駐車をしましょうか。よいしょ、いい景色ですよね。皆さん、こんなところに GB できちゃったりとかしたら楽しいんじゃないかなって思うんですけど。はい、そんな感じですね。まあとことこと走ってまいりましたけども、いやー、やっぱ春はいい景色ですね。暑くもなく寒くもなく、景色も柔らかいです。はい、この GB なんですけども、若干の改造がされています。まあフロントリアのウィンカーですね、それからマフラー、まあ昔のスーパートラップみたいなイメージ、スーパートラップなのかな、なんか形は似てるんですけどね。スーパートラップ、僕の知ってるスーパートラップマフラーとだいぶ形が違うように見える。はい、外装ブラックです。4型かな、これは。5型ですね。5型のブラック、なかなか数少ないです。はい、まあそれで変なへこみもですね、ほとんどないです。非常に綺麗な状態、ここも綺麗ですね。まあちょこっとだけここ塗装浮きあるけど全然気にならない。でここもリアカウルも美しいですね。リアカウルも非常に美しい。反対側も綺麗ですね。ここもちょこっとだけ削れがありますけども気にならない範囲です。はい、で、グリップが樽型のグリップになっております。はい、まあそれぐらいのものですけど、はい、で、まあちょっとですね、タコメーターが触れます。はい、2000になると3000ぐらいのところとの間ポピョピョピョンって、で4000になると5000ぐらいのところピョピョピョンって触れるんですけども、まああんまりタコメーターはガン見して走らないので僕は全然気にならないです。はい、ただまあタコメーターだけ中古で見つけてくればですね、全然そんな難しいことではないんですけども、まあこれ言わないで、みんなにお知らせしないでですね、販売しちゃうとですね、後から錯誤になってしまうので、はっきり そこは今説明しているだけですけども、特に乗車に関してですね、不便は私は感じないです。ただタコメーターがないと嫌だっていう人はですね、まあ自分で修理をされるかですね、納車の時に私に言ってくれれば、中古で探しますんで、はい、よろしくお願いします、そこだけ。はい、でエンジン非常に良好です。今、まあ、散々今走ってきたんでお分かりいただけるかと思うんですけど、ちょっと近づいてもらいますけど、多分そこまで声が入らない、今マイクないん で結構ねここうるさいんですよ、なんか交通量も激しくてですね、やっぱ静かなところでこう車の音とか聞いてると、まあ、かなり騒音出るんだなっていう風な気がします。はい、じゃあ、まあ、一応やりますけど、帰りまたこれに乗ってとことこと景色を楽しみながら帰ろうかな。やっぱまあ春なんで花粉が非常に多く飛んでますので、皆さんマスクをですねぜひこう着用してバイクに乗られて、いた方が快適じゃないかなと思います。で、まあ、マスクしてると眼鏡曇ったりしますんで、まあ、それで事故らないように気をつけてくださいね。はい、というわけで、じゃあ行きましょうかね、行きましょうか、 GB に乗って。はい、GB はですね、まあシングル、クーレー、高回転エンジン、 RFVC ラジャルフォーバルブコンバッションチャンバー、ラジャルフォーバルブコンバッションチャンバー、大事なことなので2回言いましたけども、まあ要するに高回転パワーバンドで30馬力出るらしいんですけども、まあそんなことはどうでもいいじゃないですか。本当ね、自分であんだけ今までの動画でモンスターエナジーの車だ、見てみんな、見てみんな、なんか音楽流してる。はい、行きましょうかね。
ということで、もうね、あんだけね、もう普段馬力とかなんとかって言って、もうね、ここでどうでもいいじゃないですか発言ね。どうでもいいんですよ、バイクの馬力。もうね、みんなね、もうこだわっちゃダメですよ。バイクの馬力がどうとか関係ないですから、本当に乗って楽しいかどうかで、本当ね、こんなとこ来てこんな楽しくしてて、バイクって楽しいな、それが大事。もうね、もうツーリングでは乗って楽しいかどうか、もうほんとそれ、もうほんとそれだけ。もうね、もうタイヤ太いのどんだけ履けるのとか、スピード何キロ出るのとか、馬力が2馬力多い、3馬力多い、5馬力だからフルパワーだ、どうのこうなんてね、もうケツの穴がちっちゃい、みんなそんなことばっかりこだわったら。もうほんと私もケツの穴ちっちゃいんですよ、だからうんこがあんまり出ないんです普段。じゃ行きましょうか。はい、一発指導です、当然です。今日から一発で指導し、エンジンアイドリングとも安定しております。出発。あ、いい景色じゃないですか。こんな景色を相棒と一緒に、相棒ってバイクね、ゆったり楽しめるなんて、もうね、ほんと最高ですよ。この瞬間こそが、それにその瞬間に馬力が30とか40とかって気になりますか。そんなあなたね、あれですよ、もう本当になんか自分の伴侶の毛穴を気にするようなものです。いやー綺麗だな。まあそんなわけですね、GB250 クラウマン、あなたと走りたがっておりますので、次この景色を見てですね、このバイクと一体になっているのはきっとこれをご覧になっているあなたのはずです。どうぞよろしくお願いします。桜が綺麗ですね。桜田ファミリー、桜田純子。